ソサンホ関西遠征でございます、今回も前回に引き続きまして、お話伺ってまいります。株式会社テクネス代表取締役でいらっしゃいます田中義和さんです。田中さんよろしくお願いいたします。前回はこのテクネスを立ち上げるまでの激動の人生のごくごく一部をお伺いしました。いや本当になんか生きてるといろんなことがあるんですね。はい、はい、今の肺深いでしょ。ぜひ気になる方はね、前回の映像の方も皆さんご視聴いただければと思いますけれども、さあ、今回初めてご覧になる方もいらっしゃるかと思いますので、このテクネスさんの事業内容というのをちょっとまずご紹介いただいてよろしいでしょうか。はい、電気通信工事業という肩書きが一番大きな事業なんですけど、はい、インターネットですよね、うん、まあ、J-COM さんとか、うん、光ファイバーを使ったインターネット回線接続とか、まあ、そういう部分でお客さんの家に対して開局するまでを工事とするその設備自体を通信も構築する工事っていうの、うん、まあ、大掛かりの工事なんですけど、うん、そういうところから全部差し上げるのが、まあ、基本のありがたいになっています。でも本当通信のあらゆる、まあ、細かい部分もやられるし大きなその枠組みみたいなのも作られるしと。でもこれからの時代どんどんそういった事業って需要しかないですよね。そうですね、いつの時代も僕25年商売やるんですけど、はい、毎度毎度新しいものが出てきて、はい、毎度毎度そのたんびに機械が変わって、うん、設備投資も必要ですし、うん、装備も必要ですし、うん、そういった中の事業の価格といいますか、うん、枠組みの中にあるので、まあ、時代が流れれば流れるほど新しいものが出てくると、うん、その出てくるものに対して仕事をやっていくという商売ですから、まあ、どんどんこれは20年後になってもまた新しいことを通信やってるんだろうなっていう気がします。いやだからもうその流れに取り残された時点でテクネスとしての未来が絶たれてしまうので常にそこと歩みを一緒にして進んでいかなくちゃいけないと。守りに入ったりこのままの仕事だけやってればいいわってなると、はい、おそらく衰退も早いと思うんです。新しくなればなるほどどんどん新しいものを取り入れていかなきゃいけないということですね。ということでちょっとその会社の歴史を少し紐解きながら、まあ、事業内容のその推移というのもあると思いますので伺えていけたらと思うんですが、1996年平成8年の4月に、まずは TS 通信という会社を創業されたということで、はい、これはもうあくまで個人で創業されたような感じ。私田中って言うんですけど、はい、シモンっていうのが幼馴染でいまして、はい、まあ、彼を巻き込んで、はい、田中とシモンで TS っていう。ああ、なるほど。まあ、じゃあその2人のお名前で始められたような感じなんですね。この時ってもっと今みたいな事業ではなくて、今から考えると相当その通信事業としての技術もまだまだ進んでない時期ってことですね。そうそう、光ファイバー通信で多分なかったぐらいだと思うんですね。それこそ携帯電話もガラケーの走りぐらい。ああ、それぐらいになるんですね、はい、ですから全然その今とは全く違う商売。はい、でも通信業は通信業ですね、同じ、はい、ということですね。で、2000年に有限会社 TS 通信を、立ち上げる、はい、そして2006年に株式会社、テクネス発足ということなんですが、このテクネスの社名というのもこう実に事業内容を分かりやすく考えた名前のように思うんですけども、そうですね、はい、僕が大事にしているのは技術の、まあ、安全ネットワークっていう部分で表現してますけど、要は絆ですよ、ね、うん、そういうのを大事に仕事していこうっていう、まあ、テクノロジーっていうその技術系のネットワークっていうその絆と、それを全て、まあ、お客さんのためにサポートしますよっていうような意味合いで、うん、頭文字を取って、うん、造語なんですよ。テクノロジーの DAC と、うん、ネットワークの NE でサポートの SS テクノロジー、まさに事業内容を反映させたような社名ということで、現在はまあ2011年には千葉工事事務所、そして2020年には仙台の方の工事事務所、はい、立ち上げられていらっしゃるということで、もう全国的にこの通信事業いろいろな工事を、今携わっていらっしゃるということでございます、はい、経営理念の方ちょっとお伺いできたらと思うんですけれども、工事をする会社なんで、まあ、我々は工事施工を通じて経済の発展を支えるような意気込みあるんですけど、やっぱりたくさん仕事をして分かりやすく言うとたくさん税金を納めて経済の発展を担うというような意味合いで考えます。我々って J
電気工事なんですけど、電気工事って見えないんですよね、仕事の内容が。だからどちらかというとイルミネーションとかそういうふうなことで電気を PR するような設備工事ってたくさんあるんで、そういうのも含めて工事をすると、インターネットとかでそういうクリスマスツリーとか街のイルミネーションの様子って見れるじゃないですか。そういうのを見てもらった時にも必ず感動とか、そういう、こういうところで癒されたわっていうようなことをちゃんと言ってもらえるような施工をするためには手抜きダメだよとか、思いを入れて仕事しなさいよっていうことをいつもみんなで掲げてやってますね。だから世界中の人々に喜びと感動を届けますっていうのはそういう思いがあって、手抜き工事したらダメだよ、電気工事したら感動を与えられないよっていうようなことが、まあ、経営の深い意味だと。なんかこう目先の工事だけじゃなくて、その先、まあ、もちろんその通信におけるさまざまな業務をしっかり一個一個安全に確かにやっていくことによって、結果的にそれは電気が通じて、そしていろんな方々が幸せになるというところまで見据えてしっかり仕事していきましょうということなんですね。で、まあ今、まあ、先ほどもお話ありましたけども、技術の進歩は著しくスピードは速くて、でそれに伴ってもちろんテクネスの事業というのも力の入れどころというのが、まあ、どんどん変わっていくと思うんですけど、今力を入れている事業内容ってもうまさにこの最新の事業という感じになるかと思うんですけど、どういった今内容を力を入れてらっしゃるんですか。2つ柱ありまして、まあ、当然今話させてもらった通信のそういうもう一個は今携帯電話、今 5G 対策ですね。もう今 5G ですもんね。そうしてるのと、まあ、このモバイル系の事業っていうのはこれからもっともっと力を入れていかないといけない事業の一つ、もう一つは地中化工事、いわゆる電線や通信線というのは今地上に通信も網羅されてるんです。そうですね、はい、それをまあ地下に埋設していくと。はあ、意味合いは景観をまあきれいにするという意味合いもありますし、電池をなくして見栄えのいい街並みにしていこう、それとあともう一個は先進国で言えば日本ってちょっと遅れてまして、外国の先進国から見ると電柱とか電線が外に見え隠れするというのは非常にナンセンスだと。外国人の観光客が清水寺とか神社仏閣っていうのはやっぱ人気あるんで、そこをちょっと引き目から写真で押さえたら電線が映っちゃってると、そういうところで、まあ、残念な観光地の一つということで、やっぱりやってるんですね。でそういう部分も力入れてまして、まあ、これじゃいかんなと、もっと外国人を呼べるような観光地にしないといけないということで、電柱化というのは進んでいます。これでも今日本全体で考えたら、そのいわゆる河川が上走ってる方が多いと思うんですけど、何パーセントぐらいがその地中化が実現できてるんですか。まだ 10% 満たない、うわー、まだまだ先長いですね。でもちろんまあ全国各地のもの全てが、ね、テクネスさんでやられるわけではないと思いますけど、でもしばらくその地中化の事業というのはまあ終わりはなさそうですね。そうですね、国も予算付けしての仕事なんで、当然予算が続く限りっていうのはあるかもしれませんけど、まあ現状はそういうふうな形で電柱化進めていこうという国がバッと動いてますね。でなんか本当であればこれが順調に進んでいくはずだったんですけど、コロナの影響でちょっとそこのスピードが落ちたっていうお話も伺いました。予算組もちろんね、はい、思いますけど、当然それよりも急務でしないといけないことっていうのがさっき出てきましたから、まあ、コロナに対する給付金とか、そういう部分で国の予算っていうのはどんどん使っていかないといけませんし、まあ、使われて当然なんですけど、まあ、そういうものがありましたんで、ちょっとこうスピード的にはトーンダウンしてるところがあるんですけど、まあ、大きなでも枠組みで言えば大阪で言えば万博がもう決まってますけど、はい、万博までの間にこの道とこの道とこの道は電柱化しようってなると決まっています。そうなんですね、はい、だからそういうのは走っていきますし、大阪万博って何年、2025年です。わってなるともう結構時間ないですよね。でまあ、今もう大阪の、ね、中心部なんて完全に開発が、ね、行き切った状態ですから、これを地中化に向けてまたやっていくっていうのはかなり厳しいハードルが待ってると思うんですが、ただもうこれは国の施策としても当然やっていく方向なので、へえ、面白いですね。なんか安っぽい言い方ですけど、これしばらく儲かりますね。まあ
うまいこと いかないとね、儲かりどころも少ないですけど、まあ、そのためにはこう、ね、人の確保とか、うん、組織の拡大とか、うん、そういう背景が必要ですけど、うん、そしてまあやはり大事なのは今いる人たちの育成と、うんね、いうことなんですが、これあのテクネスさん面白いのは実は朝の、いわゆる朝礼ですね、これ非常に力入れてらっしゃるっていうの、これなんでなんですか？もともとコミュニケーション不足といいますか、まあ、当然ながらその従業員同士もそうですし、うん、幹部と従業員とか、もしくは社長と幹部、社長と従業員っていうのもなかなかこの腹割って喋るようなコミュニケーションを取るっていう時間が時代の背景とともに少なくなりまして、うん、仲のいいね、親しい仲であれば、こいつ今日ちょっと体調悪そうやなとか、うん、おかしいな、なんかいつもの雰囲気違うのって分かるんですけど、あんまりこう、僕なんか特にそうですけど、頻繁に着くともう四六時いてるわけじゃないので、ちょっとした変化に気づかない部分があって、ね、でそういうのをなんとか回避できないかなっていう部分と、朝礼ってどうしてもこの上司から部下に対するトップダウンの部分の朝礼っていうのが基本で、聞いてないですね、うん、確かに、まあその時間が早く終わりゃいいやぐらいのね感覚で聞いてる人多いかもしれないですね、うん、でも大事なことで、まあ、そういうことをやるから事故を防ごうねっていうものが、実際は面倒くさいなとか、もう事故なんかせえへんっていうようなところで話が終わっちゃう部分があるので、それをなんとか回避したいなってことで、僕の経営者仲間が出版社経営していて、まあ、そこで扱ってる月刊朝礼、月刊朝礼、月に1回朝礼の雑誌が出てるんですか？すごいですね。その雑誌に1日1日お題が、まあ、その1日のお題に対してみんなでこう自分が思った感想を1分間スピーチ言っていくんですよ。うーん、ただ普段あの喋り下手なものが毎日毎日続けることで、あのしっかり喋れるようになるし、まあ、喋りの訓練にもなるって言うと、ある程度喋れるのに今日カミカミだなとか、はい、なんか上の空だなとか、はい、こうちょこちょこあるんですけど、あ、まあ、そういった時に今日なんかおかしいなって言ったら、いや実は嫁と喧嘩したとか、友達と今ちょっと揉めてんのとか、うん、親とこういう状態なのっていうようなことが背景に出てきて、うん、それが原因かどうかわからないけど、やっぱ仕事に集中できなくて、僕らって危険と隣り合わせなんですね、うんうん、まあ、そこで墜落してしまったとか、うん、完全事故を起こしてしまったことが偉いことなんで、うん、そういったことを未然に防ぐという意味合いでも、そういう朝礼のツールを使って、ね、社員同士の様子を伺うと、うん、それを最低限のコミュニケーションツールとして使ってる。面白いですね。だからやっぱそれって面談をするとか、あとアンケートを取るとか、まあ、いろんな今そのメンタルも含めたその社員さんの健康管理って大事になってきてると思うんですけども、これを朝礼というツールを使って、まあ、精神面だったり、あと健康ね、あの肉体的な部分もチェックすると。だからこれ実はテクネスの礎になってる部分って実は朝礼かもしれないですね。そうですね、うん、これも毎日何年も続けてますから、うん、日々人間の成長も見えますし、ね、楽しい、うん、面白い視点かなと思いますけども、今後 その会社の目標っていうのは何かありますでしょうか？売上で言えば2倍3倍需要がある職種なので、はい、それに対してやっぱ応えれる、うん、基盤や組織っていうのを作っていきたいなと。先ほども言いましたけど、このままの仕事を続けたらええわと思うと、うん、一気にこう衰退していく需要なので、うん、日々こう発展と成長を求められますから、うん、まあ、そういう意味合いではね、自主の会員さんもそうですし、うん、切磋琢磨してやられてる会社多いですから、まあ、いい目標になって、僕的には売上3倍増、とりあえずは5年の間にやりたいなっていうのが目標として、30から35億っていうところを目指したい。あ、じゃあ今10億ぐらいのところを10億、まあ、1回来たり、まあ、当然超える年もあるんですけど、需要に応えれてないっていうのが非常に大きな、まあ、人材育成ツールですし、そこはちょっと課題です。なんか今いろんな企業の社長さんが、まあ、これ今後どうやっていこうっていう、まあ、先ほど成長と発展というお話がありましたけども、そこの部分で悩んでる方って結構多いと思うんですよね。もしこのご覧になっている方に向けてですね、何かなんかお伝えできるメッセージがあれば、ぜひちょっと言葉でいただけたらと思うんですけども、ね、大きなことは全然言えないんですけど、僕がモットーにしてるのは、まあ、勉強はずっとし続けるべきやと思います
いろんな刺激をもらう人たちがね、自身の中にもたくさんいますから、まあ、意見の交換をたくさんしてね、腹割って喋れる仲間が多ければ多いほど自分も成長していくと思うんで、うん、ちっちゃい枠にとらわれずに成長してる会社さんとか、うん、たくさん見てもらって、うん、自分の目で見て、それが同じことを実践しても自分には合う合わないんですから、うん、まあ、いろんなことをこう模索しながら成長していくことが、僕もそうしていきたいし、うん、何が成功かってもう死ぬまでだと分からないと思うんですけど、うん、やれることは全部やりたいと、うん、まあ、それは社員を守るためでもありますし、うん、彼らの面倒を死ぬまで見ていかなきゃなっていうのはありますし、うん、本当にその田中さんっていうのは、まあ、ここまでの反省もね、前回お伺いしましたけども、まだまだ語り尽くせない部分がいっぱいあって、実はもうちょっと時間の関係でちょっと前回お話伺えなかったんですけど、生前屋敷隆仁さんのなんかカバン持ちみたいなのをされてた時期もあったりとか、あと大阪明るくラブっていう、これどういう活動でしたっけ。大阪明るくラブな街にしようっていう、それこそ隆仁さんが作ったネーミングなんですね。はいはい、いわゆる東京に負けへん都市に住むんやと、うん、大阪は第二の都市って言われるぐらい東京に負けてると、うん、大阪から経済の発展を届ける、うん、中国行くのも韓国行くのも台湾行くのも大阪の方が近いんだと、うん、なんで東京に負けてんの、うん、こんな俺許さないみたいなところから、大阪を活発にしていこう、明るい街にしていこうやっていうことで作った団体なんです。ホームページとかもあったりして、そうですね、はい、ぜひそちらね、大阪明るくラブでお調べいただければ、いろいろその活動内容も分かるかなと思いますので、ぜひチェックしていただけたらと思います。さあ、それではですね、最後、テクネスさんをお題に謎かけの方をちょっと披露させていただいて、この番組の方を開くとさせていただきたいんですが、よろしいでしょうか。はい、はい、株式会社テクネスとかけまして、せいろがんと解く、その心はどちらも成長がつきものでしょう。ありがとうございます。はい、ということで、お話を伺っている方にですね、いつもステッカーの方を、プレゼントさせていただいておりまして、よかったらどちらかに貼っていただければ嬉しいです。はい、ということで、田中さん、ここまでいろいろお話を伺いまして本当にありがとうございました。